では、手はず通りよろしくお願いします。時間は先に返事をしに行った方が良さそうね。ルイさん、双葉さん、どうしてここに？生徒会の会議があるから先にモニカの定例会議を始めておいてと伝えていたはずだけど。担任の先生に用事を頼まれちゃって、ちょうど中庭に向かってたんだ。ほんと学級委員長は忙しいよ。でもしょうがないよね、クラスのリーダーだし。そう、お疲れ様。私も今終わったところよ。それじゃあ一緒に行こう。きっとトウコちゃんたちも首を長くして待ってるよ。いえ、悪いけど先に行ってもらえるかしら。演奏会のことで先輩に話があるの。演奏会って合唱部とか吹奏楽部とか他にも音楽をやっている人たちが参加するあの演奏会？確かみんなに身につきの森音楽祭って呼ばれてるよね。みんなかどうかわからないけど、生徒の中にはそう呼んでいる人たちもいるわね。その演奏会に一緒に出ないかと3年生の立花さんに誘われているのよ。あ、知ってる。月の森音楽祭でも素敵な演奏を披露してたよね。学校で一番ピアノが上手って噂だし。そんな人から誘われるなんてすごいよ。確かにあの人は数々のコンクールで賞を取っているし、高い技術を持った人だというのは間違いないわ。一緒に演奏できたら意味のあるものになるでしょうね。でも今回は断ろうと思っているの。え？なんで？今度月の森でフランスの芸術家たちの講演会があることは知っているわよね。うん、合同の展覧会を開くために来日するんだよね。それに合わせてうちで講演してくれることになったって聞いてるけど。その講演会の運営を生徒会が行うの。さっきの会議で演奏会の練習期間と講演会の準備期間が重なることが分かったわ。そうなると演奏会の練習時間を十分に取ることが難しくなる。だから断るのよ。そっか、せっかく誘ってもらったのにもったいないね。私も出られるなら出るつもりだったわ。中等部の時に私が担当した生徒会のイベントを立花さんに手伝ってもらったことがあったから。中等部の時のことを覚えてるなんて意外と義理がたいんだね。主義の問題だと思うわ。人に借りを作ったままにしておきたくないだけよ。借りって本当に作業の時間はどうにもならないの？十分な練習時間を確保するためには私が担当する作業を3日で終わらせる必要があるのよ。それを一人でやるには非現実的な作業量だわ。準備ってそんなに大変なんだ。そういうことなら私に任せて。その準備私も手伝うよ。双葉さんは？うん、私だけじゃなくて真白ちゃんたちにも頼もうよ。一人じゃ難しいことでもみんなでやれば3日で終わらせられるよ。無理ね。ちょ、やってもないのにわからないでしょ。予想はつくわ。双葉さんたちに手伝ってもらうより私一人で作業を進めた方が早いはずよ。うん、どういう意味？言葉の通りよ。あなたたちに作業の仕方を教える手間を考えたら一人で作業した方が効率がいいわ。みんなでやった方が早いよ。双葉さんの見解ではそうでしょうね。でも私の見解は違うわ。どうしたの？ルイさんは何も分かってないみたいだね。
そこまで言われたら私だって黙っていられないよ。さっきから喋っていると思うけど。そうじゃなくって、とにかく今の言葉絶対撤回させてあげる。ルイさんに私の実力見せてあげるんだから。そう、それじゃ私は演奏会のことを断りに行ってくるわ。ストップ、私が手伝うんだから断らなくても大丈夫だよ。だから手伝っても意味がないと。本当に大丈夫だから、とりあえず中庭に行ってみんなにも話そうよ。早く早く。